こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、動物園でもおなじみの、カバについて解説していくぜ。カバといえば、ゆっくりとした動きであまり活発ではないイメージだよ。しかし実は、カバには凶暴な一面もあるんだ。また、血の汗を流したり、尻尾を振って糞を撒き散らしたりと面白い生態が知られているぜ。血の汗？なんだかイメージと違うね。この動画を見れば、あまり知られていないカバの生態についてがわかるぜ。カバに関する豆知識を知っていれば、動物園でカバを見るときにもっと楽しくなるかもね。それではゆっくりしていってね。カバの生態について紹介する前に、そもそもカバがどこに生息していて、どのようなものを食べているのか、分類的にどのような位置づけなのかなど、基本的な情報について見ていくぜ。詳しく知っている人は少ないだろうね。カバの学名は、ヒポポタマスアンフィビウスだ。英名はヒポポタマスだが、これは古代ギリシャ語で、川の馬という意味の言葉が由来のようだぜ。和名はもちろんカバだけど、漢字もあるのかな。カバは漢字で、カバと書くぜ。和名も学名の通りなんだね。カバは輪廻式海藻分類で、動物界脊索動物門哺乳綱偶蹄目カバかカバ属に分類される。輪廻式海藻分類って、どんなものなの？カール、フォン、リンネというスウェーデンの博物学者が構築した分類体系で、海、門、綱、目、科、属、種の階級によって分類されるんだ。カバは偶蹄目に属するとされているが、遺伝的な解析によってカバがクジラ目と近縁であることが明らかとなり、近年はクジラ偶蹄目に分類されていることもあるようだぜ。カバもクジラのように水中で過ごすイメージがあるから、カバとクジラが近縁というのも納得ができるわね。カバには5つの亜種が知られていて、それらは頭蓋骨の形態的な違いや生息地の地理的な違いによって分類されているぜ。ふむふむ。カバは、タンザニアやケニア、エチオピアなど、アフリカ大陸のサハラ砂漠より南の地域に生息している。一方で、国際自然保護連合によると、アルジェリア、エジプト、エリトリア、モーリタニア、リベリアにおいては、すでに絶滅していることが確認されているぜ。ところで、カバの生息環境はどんな感じなのかしら？河川や湖の近くの湿地で、一日の多くを水中で過ごしている。特に水の流れが緩やかな場所を好むとされていて、ウガンダのエドワード湖とジョージ湖を結ぶ水路はこれに当てはまる。そのため多くのカバが生息していて、カバの楽園と呼ばれているぜ。わぁ、居心地がいいんだろうね。しかし近年は人間による開発が進み、カバの生息環境が脅かされていることが懸念されているぜ。それはまずいわね。カバの体は樽型で、体長は3から5メートル、体重は1300から1500キログラムだ。他の大型動物と比較すると足が短いんだが、骨格は巨大な体を支えるのに適した構造をしているぜ。丸みを帯びていて、脂肪が多そう。ところが意外にも、脂肪は少ないという特徴もあるんだ。またカバの皮膚の厚さは6センチほどで、毛はほとんどない。大部分が灰色か青黒い色をしているが、腹側や目や耳の周りは茶色がかったピンク色だぜ。皮膚が分厚いんだね。そしてなんといっても、大きな口だよね。カバは口を180度開くことができる。下顎においては最大で切歯が40センチ、犬歯が50センチまで伸び、犬歯は上顎の小さな犬歯と接触することで鋭くなっていくんだ。犬歯と切歯は接触時にはあまり使われず、逃走の際に使われているぜ。逃走？こわ。寿命はどれくらいなのかな？カバの寿命は40から50年で、飼育下では60年以上生きた個体もいるようだぜ。へぇ、結構長生きなんだね。カバは一日の大半を水中で過ごしている。日が沈む直前に水を離れて、陸上で餌を探すんだ。一晩で3から5キロメートル移動し、約40キログラムの草を食べ、夜明けまでには再び水中に戻るぜ。40キログラムの草だなんて、やっぱり大食いね。基本的には草を食べるのだが、腐った肉を食べているのも確認されていて、他にも共食いや捕食の報告もある。ただ、カバの岩解剖学的には肉食に適応していないため、肉食は十分な栄養素がないか、単に異常な行動が発現している可能性があるようだぜ。つまり、普通の状態ではないってことだね。カバは5から6歳で性成熟し、雨季に繁殖が活発になり、交尾は水中で行われる。妊娠期間は8ヶ月で、出産は陸上もしくは浅瀬で行われるんだ。カバの母親は他個体から自身の子供を守ることが確認されていて、他のカバが近づくことを許さないそうだぜ。それだけ愛情が深いんだね。また、2、3年に一度一頭のみ出産する経線者だ。経線略とは生物が子孫を残すための戦略の一つで、少数で確実に育つ子を産む戦略のことだぜ。出産に戦略があるなんてびっくりだよ。
この話は動物生態学の専門的な内容なので、より詳しい説明はここでは省略するが、興味がある人は、RK 戦略説で調べてみるといいぜ。オッケー。一つのカバの群れに属する個体数は変動するが、通常は20から30頭のメスと子供から形成されている。換気には群れの中の個体数が増加し、100頭以上にもなることもあるぜ。あれ？オスはどうなの？オスは単独で生活し、他の個体との社会的な結びつきはほとんど持たないんだ。またオスは水中に縄張りを持っていて、湖では250から500メートル、川では50から100メートルの範囲に及んでいる。縄張りの水が枯渇すると、その縄張りは放棄されるぜ。結構広い縄張りなんだね。オスは縄張り内のメスと交配をするんだ。そのため、メスとの出会いを求めて自身の縄張り内へ侵入するオスは追い出されてしまうぜ。バトルをするのかな？オス同士の闘争では互いに大きく口を開けて、剣歯で噛みつくことが確認されているぜ。なかなか激しい争いのようだね。大きな体のカバだが、天敵も存在している。ナイルワニ、ライオン、ハイエナは若いカバを捕食することが知られているんだ。一方で、大人のカバはその攻撃性と大きさから、基本的に他の動物に捕食されることはないぜ。ワニとカバの争いはテレビでも見たことがあるかも。特にワニはカバの攻撃対象になることが多く、追い払われたり、殺されたりしているぜ。カバは1990年代半ばから個体数が大幅に減少していて、IUCN のレッドデータブックでは、絶滅危惧類として掲載されているんだ。絶滅しそうな原因はわかっているの？その主な原因は、生息地の減少と考えられている。カバは半陸性の動物で、水と陸の両方の環境が必要な動物だ。しかしサバンナのような半砂漠環境では、換気にも水場が残っている場所は非常に貴重になるんだ。そのような場所は人間が放牧地や農地として開発されるようになり、カバの生息地が減少してしまったようだ。カバの居場所を奪ってしまっているのね。カバの近縁種はクジラ類であると考えられている。しかし、この説が有力として考えられるようになったのは最近の話で、それまではカバの起源は謎に包まれていた。今もなおカバの進化については謎が多く、研究は現在も行われているぜ。カバとクジラが近縁だと言える根拠は、どこにあるのか詳しく知りたいわ。では次は、カバの進化について見ていくぜ。現在は、クジラ偶蹄目という分類が一般的になってきたが、かつては、偶蹄目と、クジラ目に分かれていた。ただ形態的な呼吸器の特徴が偶蹄目とクジラ目とで共通して見られたことから、両者は比較的近縁な姉妹群だろうと考えられ、セターテオダクテラという上目が分類に使われていたようだ。上目という分類階級は、冒頭で説明した輪廻式階層分類である。階、門、項、目、科、属、種のうち、項と目の間に位置する階級だぜ。それがいつ変わったのかな？1990年代にミトコンドリア DNA を用いた遺伝的な解析が行われ、その結果からクジラ目と偶蹄目が姉妹群であることは否定され、クジラ目が偶蹄目内に存在する系統であることが示唆されたんだ。つまり、クジラ目は偶蹄目内に含まれているということだぜ。そんな経緯で偶蹄目を廃止して、クジラ偶蹄目という階級が生まれたんだね。カバは球種の形態的パターンから、豚と同じグループに分類されていた。しかし遺伝的な解析によって、クジラ偶蹄目という階級が生まれた後、DNA の反復配列の違いによって比較する SINE 法が利用され、そこでクジラ目とカバが姉妹群であることが明らかとなったんだ。ふむふむ、SINE 法の結果からは、カバとクジラ類の共通祖先から最初に分岐したのはラクダのような角脚類で、次に豚の仲間、そして反数動物が続いたことが分かったぜ。つまり、外見的特徴から考えられていた。カバと豚が近縁という説は間違っていたことが証明されたわけだね。私たちの祖先、すなわち哺乳類の祖先は恐竜の時代よりも前から地球上に現れていて、6500万年前に起こった恐竜の絶滅の後に多様に分岐して繁栄していったという話は知っているよな。うんうん。しかし、出土したクジラの祖先であるメソニクス類の化石は6000万年前のものだと推定されている。しかしクジラとカバの共通祖先はクジラの祖先よりもはるか前に現れていて、ラクダや豚の祖先もクジラやカバの祖先が出現するよりも前に分岐したはずなんだ。ということは、恐竜の時代よりも前に哺乳類の分岐が始まっていたことになるわね。ああ、これまでの説を否定する結果となるんだ。また、カバの祖先の化石は2000万年前のものであり、クジラの祖先の化石と年代の差が大きいのも謎だぜ。今後の研究で、どのような結果が得られるのか楽しみだね。実はカバには、面白い生態がたくさんあるんだ。
ここからは、一度は聞いたことあるようなものからあまり聞いたことがないものまで、カバの生態について詳しく紹介していくぜ。わあ、どんな面白ネタがあるのかしら。カバは半陸性動物だが、泳ぎが得意な動物というわけではないんだ。カバは水かきのある足を持っているが泳ぐことはなく、水底を歩くようにして移動している。骨の密度が高く重心が低い位置にあるため、水中で体が沈みやすくなっている。またカバの足は他の陸生大型動物と比較すると短いが、これは水中で暮らすことで足への負担が軽減されているためだと考えられているぜ。いつも水面から顔だけ出してるわよね。目、耳、鼻口は頭の高い位置にあるため、頭の一部を水面から出すだけで必要な情報を得ることができるんだぜ。おお、なるほどね。カバの潜水能力は高く、4から6分ほど息継ぎなしで水中に止まることができる。睡眠も水中で行い、基本的には鼻孔を水面から出した状態で眠るのだが、潜水したまま眠ることもあるようだ。この場合は定期的に浮上して息継ぎをするが、目覚めることはないそうだぜ。これだけ水中での生活に適応しているなら、クジラと禁煙種であるという話は納得よね。皆さんは、カバの汗は赤色という話を聞いたことはないだろうか。カバの皮膚からは赤い色の液体が分泌されることがあり、血の汗とも呼ばれることがあるんだぜ。それは、血じゃないの？この液体は、血でも汗でもない。最初は無色で数分以内に赤だい色に変わり、最終的には褐色になるんだぜ。その謎の分泌物は一体何なの？この液体の役割は、病気を引き起こすバクテリアの増殖を抑制することと、日焼けを抑えることだ。食べたものに関係なく全てのカバがこの液体を分泌することができるため、摂取した成分から合成したものではないと考えられているぜ。大事な役割がある液体だったんだね。カバは尾を回転させながら糞を排泄し、その糞をより広い範囲に撒き散らす行動をとる。これを、撒き糞というぜ。行儀が悪いようだけど、きっと何か意味があるんでしょう？この行動は陸上でも水中でも見られるが、陸上での道しるべにしているという考えや、マーキングをしているという考えがあるようだ。しかし、その機能はよくわかっていない。縄張りを主張するマーキングであるという考えは、カバは水中にしか縄張りを作らないことから否定する意見もあるぜ。今度動物園に行くときには、マキフンの様子を観察してみるよ。オスのカバは、自身の縄張りに侵入してきた他のオスに対しては攻撃的になるんだ。オス同士の闘争では互いに大きな口を開けて威嚇する。口の大きさで優劣を決めているとも言われているぜ。顎が外れそうだね。闘争では摂取で互いの攻撃を防ぎ、大きな剣歯を攻撃用の武器として使っていることがわかっている。特に下顎の剣歯は上顎の小さな剣歯によって削られることで、徐々に鋭利に成長していくんだぜ。じゃあ、オスにとって重要な武器となるわけだね。カバは自分の縄張りに侵入されると、人間であっても容赦なく襲う動物で、現地の人たちからも恐れられているぜ。動物園で見るカバはゆったりとしたイメージがあるけど、野生のカバはそうではないんだね。水中でも陸上でも非常に速いスピードで追いかけてくるため、一度怒らせると逃げることはできないと言われている。実際に、カバが生息するアフリカでは年間500人以上の人が、カバに襲われたことによって亡くなっていると言われている。そんなに凶暴だったなんて知らなかったよ。皆さんは、カバの鳴き声を聞いたことがあるだろうか。そういえば聞いたことないかも。最も一般的なカバの鳴き声として、ウィーズハンクというものがある。この鳴き声は甲高い声から始まり、深く響く音になるんだ。遠い距離でも届く鳴き声で、カバはその声で個体の識別もできると考えられているぜ。鳴き声によって、自分の存在を周囲に知らせているんだね。他の個体の鳴き声を聞いたカバは鳴いた個体に近づいたり、巻き糞をしたりなど縄張りを意識した反応を示すのだが、慣れ親しんだ個体よりも見知らぬ個体の鳴き声に強く反応することが報告されているぜ。不審に思ってるのかもしれないわね。カバは凶暴である反面、他の生物と共生関係を築くことでも知られている。共生には、双方の利害関係から、相利共生、偏利共生、寄生、中立、偏害共生、競争の6通りに分類されているが、カバは相利共生を築いているんだ。相利共生とは、お互いに利益を得ることができる共生の形のことだぜ。カバが相利共生を築いている相手はどんな生き物なんだろう？それは、水中の魚だ。魚はカバの皮膚に付着した生物や口の中にある食べカスを食べているんだぜ。カバにとっては寄生虫が除去されたり、口の中が掃除されたりとありがたい話だね。そのため動物園でも、カバと魚を一緒に飼育している場合もあるそうだぜ。まさしく、ウィンウィンの関係だね。カバ科に分類された動物は、カバだけではない。カバの他に、コビトカバという動物が分類されているぜ。そのコビトカバって、どんな生き物なの？
コビトカバは比較的最近発見された動物で、それまで現地以外では知られていなかったことから、ジャイアントパンダ、オカキとともに、世界三大珍獣に挙げられているんだぜ。カバとは何が違うのかしら？では、コビトカバについて詳しく紹介していくぜ。コビトカバは、カバかコビトカバ属に分類される。カバカワカバ属とコビトカバ属の2属のみで、カバカワカバ、コビトカバ属はコビトカバの一種のみでそれぞれ構成されているぜ。唯一無二の種類なんだね。足としてはナイジェリアに生息したナイジェリアコビトカバが知られているが、1900年代後半に絶滅したと考えられているぜ。コビトカバもカバと同様に豚やペッカリーの仲間だと考えられていたが、クジラの仲間であることが明らかになっているぜ。なるほどね。コビトカバの体型はカバとほぼ同じで、タル型の体に4本のずんぐりとした足を持っている。しかし大きさはカバとは異なり、体高はカバの2分の1程度、体重はカバの4分の1以下しかないんだ。体長が150から175センチ、体重は180から275キログラムで、寿命は30から55年だぜ。小さめで可愛い。やっぱり、水辺に生息しているの？骨格は森の中を進むのに適した形をしていて、カバよりも陸上生活に適応していると考えられているんだ。一方で、耳や鼻には水中で用いる筋肉の線があり、最大で6分も潜水することができるようだぜ。水陸両用だね。水生植物はあまり食べず、シダ類や広葉樹、林床に落ちている果実を主に餌としている。コビトカバは様々な植物を食べることが確認されていて、カバよりも高品質な餌を食べていると考えられているぜ。グルメなんだね。群れで生活するカバに対して、コビトカバは単独あるいは少数のグループで生活をしているぜ。家族単位ってことかな。つがいのペアか、母親と子供の親子だ。他個体と出会った時はカバのように逃走行動、お互いに無視する傾向にあるようだぜ。平和的。ちなみに、マキフンはやっているのかな。カバで見られる、マキフンは、コビトカバでも見ることができるぜ。野生のコビトカバは、生息地の喪失によって個体数が減少している。生息地の喪失は人間による森林伐採が原因であり、これによる生息地の分断が懸念されているんだ。また、狩猟の対象にもされているぜ。コビトカバの狩猟は合法なの？いや、違法な狩猟によってその個体数が減少しているぜ。なんとかして食い止めなければいけないわね。最後に、実際にカバを見ることができる場所を紹介するぜ。話を聞いていたら、実際にカバやコビトカバを見てみたくなった人もいるだろうね。現在、日本では25カ所の動物園でカバが飼育されている。動物の輸入規制や高齢化によって飼育動物が減少傾向にある動物園だが、カバにおいてはまだ多くの動物園で見ることができるぜ。東京の上野動物園、名古屋の東山動植物園、大阪の天王寺動物園など、有名なところでも飼育されているわね。北海道の丸山動物園で飼育されているカバの、ドンは、2022年現在で52歳となるオスのカバだ。52歳は現在の国内最高齢だぜ。海外では60歳以上まで生きたカバもいるということで、まだまだ頑張ってもらいたい。ドン頑張ってー。愛媛県の戸部動物園では、2021年にカバの赤ちゃんが誕生している。お客さんの投票によって、名前は、満腹に決まったぜ。2021年の春に生まれたので、もうすぐ2歳になるな。可愛い名前、カバの子供を見ることができる機会は少ないし、ぜひ見てみたいわね。現在、日本でコビトカバを飼育している施設は6カ所しかないぜ。世界三大珍獣というだけあって、カバと比較すると少ないんだね。しかし国内での繁殖にも成功していて、中でも上野動物園では何度も繁殖に成功しているぜ。ジャイアントパンダが注目されがちだけど、コビトカバも実際に見てみる価値ありね。動物園では水の中でじっとしていることが多いカバだが、面白い生態がいくつもあることが分かったのではないだろうか。進化の謎や他の生物との共生関係など、生物好きには興味がそそられるような内容もあったね。特にカバの進化についてはまだ分かっていないことが多いため、今後の研究が楽しみだぜ。この機会に、近くの動物園でカバをじっくり観察してみよう。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。ぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。